こんにちは、紹介者です。今回はこちらを買ってきたのでご紹介したいと思います。ミニプラ9玉合体シリーズ05ケルベリオスでございます。でかこんな重いんですよね。12箱入り、ワンボックスなんですけれども、こんなにでかいの初めて、なんかあんまり見たことのないサイズ、そして重さですね。すごいボリュームで、中に入っているのは、はい、今回ね、ケルベリオスということで、ケルベロスボイジャー、劇場版で登場したケルベロスボイジャー、そして合体したケルベリオスがね、今回の第5弾なんですけれども、全部で、6番まであるから全6集ですかね。1、2でケルベロスボイジャーかな。1、2、3、4セット入ってますね。そして3、4、5、6で、手足。お牛、蛇使い、カジキ、カメレオンかな、はい、といったラインナップでございます。いや、箱がめちゃくちゃ厚い、大きいですね。ほら、うわ、すごい、なんだこの厚みで、さらにちょっと真ん中が出っ張ってるってパンパンなんですけれども、これ値段が今までと変わらず378円税込みね。すごいことですね、これ。1、2、そして3、4、5、6。で、さっきね、届いたメールでちょっとびっくりしたんですけれども、どうも別のショップでもうワンボックス買ってたみたいですね。なんか発送されましたみたいな。おマジか、これがもう一箱届くのかっていう、どうしようかね。はい、ということで、ミニプラ、第5弾ケルベリオスでございます。パッケージ非常にかっこいいですね。超巨大なケルベリオスですから、下から見上げる構図が、なんかとっても似合ってますよね。パッケージこんな感じでございます。はーい、はい、ラインナップが1番ケルベロスボイジャー A、 2番ケルベロスボイジャー B、そして3番ヘビ使いボイジャー、4番オウシボイジャー、そして5番カメレオンボイジャー、6番カジキボイジャーということで、1番2番がね、新規ですかね。で、1番2番のボリュームがもうすごいことになってますね。これめっちゃ重い。獅子ボイジャーからさらに、パーツが追加されていますので、まあそういうことですよね。超得。そして、3456は、この厚みに、似合わず、ものすごく軽い。そうですよね。変わってませんもんね。まあ残りの4種は、今までもラインナップされているものですので、まあ買い逃した方、さらにね、追加されたい方はね、買ってみるといいと思います。はい。ちなみにですが、過去のミニプラの箱と比べると、はい、こんなに違います。で、バンダイキャンディートイ事業部の公式ブログの、裏話としては、まあ当初は7箱、全7種にね、増やす予定だったんですけれども、なんとか買いやすい全6種を維持しようということで、大変な苦労をして、なんとか全6種にすることができたということで、ちょっとね、引用させてもらうと、おそらくこれほどのボリュームを持った、通常版ミニプラはもう二度とできないのではないかと思いますので、ぜひこの機会に手に取ってみてくださいと言ってるぐらいですから、相当なんですよね、このボリューム。まあ、開発者ブログを見ると、その苦労がね、ひしひしと伝わってくるんですけれども、まあなかなかね、そういったのが、一般の方には伝わりづらいのかなという感じがしますので、まあこういった機会にね、ご紹介させていただきました。さあ、それでは、やっぱ1番、2番ですかね、今回の注目ポイントです。早速ね、開けてみたいと思います。さあ、見せていただきましょう。おすごい、塊が出てきた。すごい、ビニールがパンパンなんですけど。うわ。ランナーがね、1、2、3、4、5、6枚ですよ。で、こんなにシール入って、この変形合体、ケルベリオスの変形合体説明書入っての、税別350円。ラムネも入った。これすごこれはすごい。しかもクリアパーツ使ってですよ。で、こうやって、おこれもすご
いやー、1番2番すごいね。そうだね、新規ランナーはほぼ1番の方に来てるのか、三つ首のところは。なるほど。なんで、B の方は見慣れたランナーばっかですね。はい、1番と2番のシールがこちらですね。残りの3、4、5、6もざっと見ると、はい、こちら3番が、ヘビ使いボイジャーですね。グリスターインジェクションバージョンではなくて、普通の、グレーの成型色のやつですね。4番の、お牛ボイジャーです。はい、これも特に変わりないね。はい、5番。あ、すごいスカスカな感じがしますが、はい、このね、でかい箱の中に、このコンパクトな、こちらが入っております。あれだよね。別に損してないんだけど、なんか、でかいやつから小さいのが、小さいって言っても、今まで通りなんですけど、出てくると、ちょっと損した感じになるのは何なんだろうね。最後ね、6番、カジキボイジャーも、相変わらずクリアが綺麗でございます。はい。さあ、では、ね、作りたいと思います。はい、ということで、6箱、シールを貼るところまで完成しました。やっぱりケルベロスボイジャーの A、B、バラバラですね。ケルベロスボイジャー作ってみて、シールがちょっと被せる系が多いかなと。まあ、こういったところ、金色の部分とか、各頭部の、ここね、こういったとことか、ちょっとね、全体を被せるような、シールが多くて、ちょっと大変だったかなと。ではね、最後 A、B 組み合わせて、ケルベロスボイジャーを完成させます。今回はね、獅子ボイジャーと違って、こういった点、ね、中にはめるパーツまで A と B 分かれちゃってるんで、A だけだと、こう、胴体もね、完成しないんですよね。よいしょ。で、最後。すべてのパーツを組み合わせていけば、肩をね、つけて、下半身を合体して、両肩に、ワンコを、合体9玉をつけたらケルベロスボイジャーの完成です。おー、鮮やか。ちなみに獅子ボイジャーからのリデコになりますので、こういったいくつかのパーツが余ります。では完成したケルベロスボイジャーを見ていきましょう。基本的には獅子ボイジャーに、両肩にね、頭がついて、頭部半分が変わっただけかな。で、色が変わっているという感じですね。もちろん、9玉は取り外すことができて、はい、このような劇中をね、とてもよく再現した、パールのような、すごいね、綺麗な輝きを持った9玉。そして、もちろんね、球体は回すことができます。球体の中にはちょっと見づらいんですけれども、それぞれね、裏表で異なる絵柄が、ま、シールで再現されています。獅子ボイジャー非常にシールが少なかったんですが、まあ、ここからここに、変えるにあたって、やはりね、成型色ではカバーできない部分、まあ、こういった青のところですね。あとは頭部かな。頑張ってね、貼ってみてください。で、この腕の部分を外すと、はい、こういった感じになってます。まあ、デラックス版と同じように9玉に、犬の頭部がこうくっついているような形ですね。まあ、一見はまりそうではありますが、足の方には合体することはできないですね。まあ、デラックスと同様、獅子ボイジャーにこの頭を合体することは可能です。はい、こんな感じですね。裏面特に仕様変更はありません。ここのね、ちゃんと穴も開いてますので、一応、デラックスとは違って何も改造せずに、スーパー合体、竜帝級連王とか、旧玉人とかはミニプラ版で、こちらを使ってね、作ることはできるはずです。で、このケルベロスボイジャーの最大の魅力である、この三つ首なんですけれども、真ん中の頭部はこういう風に、向きを変えたり、まあ、マスクが中に入っているんですが、獅子ボイジャーと同様、口をね、開けることができます。さらに、ね、両サイドの、顔もね、こういう変形の、都合で、首をね、振ることができて、口もちゃんと開くんですよね。こちら側の顔も左右に首を振ったり、口もガバッと開けることができるので、まあ、単体でも結構遊べるかなと思います。
そして残りの4種のボイジャー、これは過去の弾とシールも含めて全く同じですね。さあではこれらの5体のボイジャーを使ってケルベリオスに変形合体してみましょう。ケルベリオスボイジャーはウィングをしまって肩はもうロボと同じ向きになってますので、3つの頭部を180度くるっと回転させて、そしてマスクをこのように展開します。キューレイオンと違うのはこの、カメレオンキュータマとカジキキュータマが、使用できないことですね。ボイジャーからキュータマを取り外してボイジャー部分だけをケルベロスボイジャーに合体します。ということでミニプラ版のケルベリオスが完成です。今回はねデラックス版と違ってね、セットが決まってますから足を間違える心配はないですね。すいませんでしたね。で、もちろんね、ギミック等は、シシボイジャー、まあ、キューレン王から大きく変わっていませんので、肘関節も引き出してさらに腕を曲げることができたりとか、頭部や腰、肘、膝など、様々な可動を使ってねかっこよくねポージングして楽しむことができますね。ケルベリオスの頭部のアップ、マスクはシシボイジャーのものではなくて、まあ、今回新規造形の、パーツが使われています。デラックスキューレン王のグリスターインジェクションバージョンと並べてみるとこんな感じ。やっぱり肩の分がかなりねボリュームアップしているように見えますよね。はい、横から見てもねその違いがわかるかと思います。背面、ケルベリオスはウィングがゴールドになってますので今回シールで再現されていますが、まあ、そういった部分がキラキラと、輝いていてねかっこいいかなと思いますね。では最後は、気になるスーパー合体ですが、キューレン王の代わりにケルベリオスを使ってまずは竜帝ケルベリオスですね。まあ蛇を足にした場合は蛇の頭が後ろになってしまってちょっと干渉してしまうのでちょっとね顔を前に出してあげる必要はありますが、このように問題なく合体することができます。また、カメレオンとカジキをまっすぐにね、前に出すとこの肩の、それぞれの犬の頭にぶつかってしまいますので、ちょっとまあここはミニプラ版なんで、結構ね角度は、自由にこう向きをね変えられて逃がすことができますので、まあそこは当たらないように調整すればというか斜め上にすると、個人的にも非常にかっこよく。かっこよくね決めることができますのでおすすめ。うん、いいですねこの重量感、とっても好きです。はい、問題なく竜帝もできますね。最後はキュータマ人ケルベロスボイジャーです。こちらもね、問題なく、まあ、組み合わせ方はいろいろあるかと思いますけど一例としてねこんな感じで、特に問題なく合体することができますので、まあ、いろいろね組み替えて遊んでみるのもいいかもしれませんね。はい、後ろのね頭部もちゃんと、くっつけることができます。うん、いいですねこのボリューム感。ということで今回はミニプラキュータマ合体シリーズ05ケルベリオス全6種をご紹介いたしました。途中でもお話ししましたが全6種のうちの、1番2番、本当にね350円とは思えないボリュームになってますので、これはね結構お得、もうパンパンに入ってる、まあ、食玩とは思えない、量のプラモデル、ぜひね買って遊んでみてください。今回も最後までご視聴ありがとうございます。動画が良かったらいいねお願いいたします。チャンネル登録もまだの方は登録をお願いいたします。以上紹介者でした。